皆さんこんにちは。2022年1月16日日曜日です。今日もフィリピンパラワン島のプエルトプリンセサからお送りしています。今日もなんか素晴らしい天気で暑いんですけれども、風があるんでね、結構楽ですね。でね、まだ雨がね本当に降ってくれないんで、埃っぽくて、このカメラの後ろにもうちの車があるんですけど、赤い車なんだけど、なんかね、砂でコーティングされたみたいになっちゃいますね。一日で。これ、寒気に入って、寒気は寒気でいいんだけれども、ね、程よく雨降ってくれないと、ちょっと大変です。で、今日もですね、これも昨日から、昨日の夜から今朝にかけての、いただいたね、メールをちょっと紹介していきます。読んでいきますね。こんにちは。64歳になったばかりのバツイチフィリピンフリークのジジイです。はい。38歳の彼女がフィリピンにおります。38歳。うん。2年間会うこともできずに悶々とした毎日を過ごしています。本来なら去年移住を済ませて彼女と一緒の生活を始めていたのですが、今日お聞きしたいのは、フィリピン移住の際の誠さんのお考えです。日本に住所を残して、国民健康保険に加入しておくか、住所も抜いて保険は別のものに加入するのか、年金は保険代が引かれなければ、月あたり約15万円を手にできるようです。蓄えは人並みにはありますが、会社を定年退職してから、今でもアルバイトのような仕事ですが、毎月の生活費は稼げております。はい。いろいろな考えがあると思いますが、誠さんのご意見を伺えればとメールいたしました。うん、はい。ちなみに、彼女には、今年7歳になる娘がおります。連れ子ですが、ジジイにとっては我が孫のように可愛くて仕方ありません。孫になっちゃった。彼女はだいぶ前に日本に仕事で何度も行っておりましたので、日本語はかなりうまく話します。水商売でしたが、若い頃はわかりませんが、今は落ち着いた母親であり、私の彼女です。住まいは4年ほど前にミンダナオの田舎町に小さな家を建てており、家賃はいりません。よろしくお願いしますってことですけれど、あれ、何が質問でしたの？あ、保険ですね。保険、健康、他にっていうとね、僕これ他の動画でも言ってますけど、旅行保険、旅行障害保険なんていうのがあって、かなりね、優れたものがあるんですね。もし言葉がね、に困ってしまうってことでも、その通訳アシスタントまでついてるのなんかもあるんですよ。で、どこの病院に入りましたって保険に一報すると、その後の金銭的なやり取りとかはね、全部保険会社と病院で直にやってくれる。あるいは、その通訳のアシスタントがいるなんて時も、その保険にその費用が含まれてるんで、その通訳がね、まあ、電話でやってくれるのかな、そういうのまで含まれてるっていうのもありますし、もちろんフィリピンで何かあってね、これ日本に帰れないなんていう時、その救護車がこっちに来てね、日本に連れ帰ってくれるなんて、それももちろん含まれてますし、いろんなのがあります。そうですね、まあ、今の体の具合がどうなのかと、悪いところがないのかっていうのが、まあ、これがね、一番の問題ですけれども、まあ、それはないっていう前提で考えると、そういうね、旅行障害保険で結構優れていて、僕、前調べたことあるんです。そしたらね、事故とか、なんかのね、そのアクシデントによって起こってもらったら、歯の治療まで入るんですよ。ただ、普通の歯の治療は、一般のってかな。通常の歯の治療は含まれませんってなってるのが、確か、多かったと思います。これ、あっち行け。ちょっと今日ね、しつこいんですね、朝から。今でもね、仕事をされてるってことで、もうお金大事ですからね。どうだろう。保険代結構高いじゃないですか。の、健康保険で、なんだっけ、介護保険料とかそういうのも引かれると年間20万円ぐらい
になるんでしたっけ。で、そういう旅行障害保険だと、これ年齢によって違うんですね。で、70歳を超えるといきなり多分ね、掛け金が高くなってると思うんです。ちょっとね、ネットで調べられるんで、すいません、こんな格好で。調べてみてください。そうだな。例えば、日本にね、定期的に何ヶ月に1回か帰るっていうのであれば、これ手としてね、クレジットカードに付帯してる保険って、ゴールドカードだけだったかな。なんかそのカードでチケットを買ったりしなくても、カード、そのゴールドカードを持っていれば、日本を出てから3ヶ月間なんかがあった時ね、カバーしてくれるとか、確かね、通訳サービスもついてるのあったな。じゃあ3ヶ月に1回日本に帰るんであれば、また出発した日から3ヶ月じゃないですか。保険料考えると、3ヶ月は年に4回、まあ飛行機代かかりますけどね、それと同じぐらいになっちゃうんじゃないかな、なんてちらっと今思いましたけど。これね、いろんな、お考え、意見あると思います。コメントいただけたらね、ちょっとそれ読んでみてください。これに関する、僕、年金とかね、そこら辺のことってまだ未だよくわかってないんで、これちょっと僕ね、相談する相手間違ってるかなってちょっと思ったりしてるんですけど、もしね、コメントいただけたら、それをお読みください。そのコメントに対するね、お返事は僕、いたしませんので、あ、7歳になる娘さんがいる。かわいいですよね。はい。あ、ミンダナオにね、家を建ててる。いいじゃないですか。なんとなくでももうすぐね、来れるようなんじゃないかなって、その雰囲気も来ましたけどね。ただこのオミクロンというのがどういう扱いになってくるかで、それ大きく変わってくると思うんで、今ここではね、何も言えないですね。いつっていうのは。ただね、保険に関してはそんなカード付帯もあるし、旅行障害保険もあるし、まあ、国民保険そのまま残しとくっていうのも一つですしね。住所置いといても国民は国保入んないでいいっていう選択もできますから。これ国民皆保険、皆保険っていう制度が日本にあるんだけれども、保険料払えないから、いらない人がね、入れないで済んじゃうっていう、市町村によって違うのかな。そういう風になってますね。ほんと今日パウシスコイね、君ね。こんな感じでよろしいでしょうか。次のメールです。ちょっと集中できないね、これ。パオ！ちょっとパオをね、うちの中に入れてきます。よいしょ。失礼しました。今、パオをね、うちの中に連れてきました。今日朝からね、僕にまとわりついてね、なんかすごいんですね。朝も昼もね、今日たっぷり散歩してきたんですけど、なんでしょう。次のメール読みます。こんにちは。39歳、埼玉の T と言います。まこさんの YouTube は初期の頃からの隠れファンです。もうすぐ2年ですね。あ、そっか。そうですね。2年前の1月の終わりぐらいに最初にビデオをこうね、アップしたのが始まりでしたね。登録者が1万9000人を超えて、あ、超えたんだ。ますます人気者になり、アンチも増えてきたようで心配しています。ありがとうございます。初めてのメールでこんなことをお聞きできるか不安です。誠さんは子供の頃から剣道、空手などの武道からストリートファイトまでやってこられたということですが、喧嘩の論理をお聞きしたくメールしています。喧嘩の論理、私も学生時代は空手をやってきました。そして社会に出てすでに17年という年月が流れ、さすがに殴り合いの喧嘩こそないにしろ、仕事上では対外的にはもちろん、社内でもせめぎ合い、要は喧嘩のような毎日です。殴り合い、蹴り合って勝負が決まるものでもなく、精神的な強さが求められてきます。誠さんも仕事では勝負の毎日を過ごされた時もあると思いお聞きします。何を念頭に置いて勝負の場に立っておられたのでしょうか。カメラマンの時、ダイビングショッ
ップオーナーの時、そして YouTube をやられている今、誠さんの毒舌も大好きです。思うままお聞かせ願えれば感謝いたします。ちなみに私の息子にも空手をやらせています。なんだろう。喧嘩の論理。はいはい。そうですね。社会に出ると、スポーツでとか武道でとかのね、その、勝敗みたいに、はっきりとすぐ決着つかないし、っていうことがありますよね。そういうあれかな、営業職みたいなことをやってるのかな。何を念頭に置いて勝負の場に立っておられたのでしょうか。まあね、いろいろ、まあ、フィリピン来たからもね、ちょっといろんな仕事してますけど、念頭に置くって言ったら、あれだけど、何かな、勝負するときっていうとね、強い相手と弱い相手っているじゃないですか、勝負しなきゃいけないとき。これは力比べ、殴り合いではなくても、大きな相手、ちっちゃな相手っているじゃないですか。これはね、すごいな、隣んちの頃おばちゃんですね。ハクション、ハクションって。なんだ、大きい相手、ちっちゃい相手。大きい相手。強い相手、でかい相手はね、コテンパンに叩きのめしてもいいんですよ。コテンパンに。そいつ強いから立ち上がってくるんですよ、また。また真っ向から向かってくるから、やるときはコテンパンにやってもいい。その代わり、ちっちゃい相手、ちっちゃい相手はコテンパンにやっちゃダメっていうのがありますね。そういう相手っていうのは、また同じ場に戻ってきて勝負は仕掛けてこないんです。裏に回ったりとかね、要はバックファイターになってくるっていうのがあるんで、逃げ道を残しといてやらないといけない。小さい相手には手加減するというか、まあね、思い切りやることもないんだけれども、まあそういうことですね。でかい相手は叩きのめせ。起き上がってきますから、絶対に。小さい相手はコテンパンにやっちゃダメ。またね、陰湿な何かで来るんで、っていうことは僕はずっと念頭に置いてます。で、カメラマンの時はね、僕はね、結構嫌なやつだったかもしれない。仕事がわーってこう、こっちが選べるようになるまでっていうのは、仕事をね、選べるようになるんですよね。これこれこれって言ったら、忙しいからこれとこれだけ受けるとかって、そういう風になる前、こう登ってる時って、やっぱり自分か自分じゃないかの世界なんで、相手のね、人のね、悪口は言わないです。これはもう絶対言わないようにした。あいつがこうの子で、この時こんなことしてたんだぜと、こんなこと絶対に言わない。ただ、俺の方が優れてるっていうのはね、言ってましたね。こんなに誰も取れないよって言ってね、平気で言ってました。結局ね、人より自分の方が優れてるって、これ本当に優れてる人間は俺の方がすごいって、俺みたいな絵取れないよなんてこれ言わないんですけど、僕恥ずかしげもなく言ってました。結局、自分か、自分じゃないか、どっちが選ばれるかっていう場だったんで、そうやってたんですね。で、まあこう、ちょっとずつ仕事上り調子になってきて選べるようになったら、そんなことも言う必要もないし、人と比べることもないしっていう風になった。それでもね、やっぱり自分がね、このずっと取ってた仕事っていうのが、たまたまなんかが仕事が重なったにしても、本当に僕がじゃなきゃって言うんだったら、こっちの仕事も日程ずらしてくれたりするんだけど、他に行っちゃったりすること、これ当然ありますよね。だってこっちの仕事先に受けてたし、そういうのもあってね、やっぱり、俺の方がっていうのはずっと言ってたな、カメラマンの時は。ダイビングショップ始めてからね、なんていうのかな、見方が変わった。これスキューバダイビングっていうのは、この勝ち負け競う遊びじゃないじゃないですか。これスポーツじゃないですから、レジャーなんで、楽しんだやつが勝ちっていうことなんで、ただね、ビジネスでやってるとビジネス的に勝つか負けるかっていうのがあるんだけど、考えをね、僕、そのカメラマンやってた時からもうガラッと変えてダイビングショップをやったんで、人の悪口言わない。で、どうすれば楽しくなるかっていうのを考えてたら利益が後からついてきたっていうのがありますね。勝負ったら何かな。自分自身はね、鍛えました。
例えばね、ダイビングのプロになるときって、ダイブマスターっていう資格、まあ、そういう講習をお客さんが受けるときって言ったら、泳力テストとかあるんですけどね、何メーターだっけな、あれ。800メーターぐらいかな、何分以内で泳がなきゃいけないっていうのがあるんだけど、大体の人、速報値持ってね、プールサイドで、インストラクターとの、あと何メーターとか、あと1分しかないよとか言ってんだけど、僕必ず、一緒に泳ぎました。体で示すっていうのかな。横泳ぎながら声かけてやるとか、とにかくね、パフォーマンスで示しました。ちょっとダイビングやってる方じゃなきゃわかんないんだけどね、いろんなこう、スキル的に、圧倒的な差っていうのを見せつけて、それを自慢しないって、これもいやらしいけど、そういうふうにしてました。はい。写真でもそうですよね。水中写真なんかも。もともとがスチールカメラマンから始まってたんで、これは陸であろうが水中であろうが、基本的にライティングとかはやっぱり変わらないんで、写真撮るのが好きだという人がね、ものすごく集まりました。で、フォトコンテストとか出したりしてね、グランプリなんていうの撮ってるなんていうのも、他の動画でも言ってますけど、わけもないんですけどね、そんなことをね、やってましたね、ダイビングショップの時。そして YouTube。YouTube の時もね、やっぱり、アンチの人ってこれはもうしょうがない。だけどさっきの大きい敵、ちっちゃい敵って言えば、これはもう鼻くそみたいなちっちゃい敵でも敵でもない。でも相手する必要もないんで、相手しないです。この、さっきもなんか見たけど、なんか変なコメント来てたけどね、まあ消したりね、このブロックしちゃったりで終わりなんで、相手しないです。で、これね、そうか、喧嘩の論理っていう、喧嘩の論理。喧嘩ってしたくないじゃないですか。特にこの大人になって、みっともないじゃないですか、喧嘩してるって。じゃあ喧嘩ってどういう場で起こるかって言ったら、同じ土俵に上がって初めて喧嘩になるわけですよ。だから、同じ土俵に登らない。登るんじゃない。だいたい喧嘩をかけてくるっていうのは、下の方にいるんで、その土俵に降りていかない。降りてくってことは、その場で自分が同レベルになるってことじゃないですか。同レベルにならない。あ、そうなの？って何言ってんの？この鼻くそたちが。って言ってね、聞いてればいい。また今日もすっげえ言いたいこと言ってるけど。まあでも喧嘩ってそんな感じですよ。同レベルにならないと、同じ土俵立たないと喧嘩にならないんで。で、この人、ね、相談いただいた方は、この会社内でのっていうことだったんだけど、否定することはね、やめた方がいいですね。例えばあなたが A 社っていうところに勤めてて、B 社と何かを競ってるってことがあって、これ会社員でもない僕がね、会社員経験のない僕が言うのもあれだけど、例えば何かの発注で競ってる、受注で競ってるっていう時に、B 社のこうのこうのこうのって悪口、過去の悪い業績を言うのではなくて、言うにしても、B 社さんは過去こういうことがあったけど、こういうふうにリカバーして、今はしっかりやってますよね。うちはですね、なんかいいことを言えればいいじゃないですか。B 社がなんで A 社っていうのはよ、これこれこうで、こういうふうに、こんな風にして儲けててね、どうのこうのって言ってて、クライアントは両方こう、ね、相密っていうか、その取ってるわけじゃないですか。こっちの悪口ばっかり言ってる人をね、選ばないと思う。まともなクライアントだったら、周りを認めつつ、自分はこういうことができるんだよということによって、その受注なりなんなり得られるんじゃないのかな。ちょっとそういうふうに僕は思いましたけどね。人の悪口言ってたらね、ダメです。これは会社員でもそうだし、スポーツは悪口っても関係ないしね。YouTube でもね、悪口言ってるのが随分あるの。で、僕聞いてますけど、そういうの見ないですけど、そういうとこってね、やっぱりね、面白くないから、大きくはならないですよね、チャンネルが。僕は関係ないです、もう。自分のやりたいようにやっていきます。最近言いたいこと言ってやりたいことやって、再生回数とかも全然意識しなくなってしまって、最近尖ったこと言ってるね、なんていうコメントもね、いただきましたけど、もうなんかね、言いたいことやってね、言ってきます。はい。まあ、今日もこんな風に過ごしております。今ね、午後なんですけれども、今昼飯終わってね、ほっと一息ついたところで、ちょっとね、パワーにこう、舐められまくって足と手を洗って、再度ここに出てきてね、この窪で昼寝します。はい。
今日はね、外出ようかなって言ったけど、出なかったですけど、マリアがね、牛肉の煮込み、ニラガンバカを食べたいって言って、なんか作ってたんで、今日もマクドナルド行けなかったな。ちょっと明日あたり行きたいと思います。今日はこの辺で失礼します。